今朝はソウルからです。韓国では今 AI を使って本物と見分けがつかないほど巧妙な偽の画像や動画を作成する技術、ディープフェイクによる性被害が深刻な社会問題となっています。その背景や対応についてソウル支局の山下亮太記者に聞きます。山下さん、おはようございます。おはようございます。韓国ではこのディープフェイクによる性被害が広がっているということですが、現状を詳しく教えてください。はい、深刻な被害の実態は先月下旬以降次々と明らかになりました。秘匿性の高い通信アプリのテレグラム上に巧妙な偽の画像や動画などを作るディープフェイクと呼ばれる技術を悪用し、若い女性を標的にした性的な偽の画像が多数投稿されていることがメディアの報道などで分かってきたのです。偽の画像は知り合いの女性らの顔写真などを悪用して合成されて投稿され、特に悪質なケースではこうした画像のほか住所などの個人情報まで投稿されている事例もあるということです。これは深刻な問題ですね。このディープフェイク手口の特徴はありますか？被害者と加害者はいずれも未成年を中心とした若年層だと指摘されています。現地の警察は今月6日時点で52人の容疑者を特定したと発表したのですが、そのうち実に39人が10代であるとしています。はい、画像は学校や地域別に大量に分類され、アプリのチャットルームを通じてやり取りされ、学校の生徒のほか女性の教師などを標的にしていることもあるということです。韓国社会に与えた衝撃は大きく、首都ソウルでは性的な被害に遭った女性を支援する団体などが政府に対策の強化や加害者への厳罰を求めるデモを毎週行っています。私も300人以上が参加した今月6日のデモを取材してきたのですが、参加した女性は被害者はとても悲しんでいると思う、憤りと悲しみを感じると話していました。そのように政府に対策の強化を求めるデモが起こる中で、実際はどんな対応が取られてますか？事態を重く見たユン・ソンニョル大統領は先月27日の閣議の冒頭で、技術を悪用する明らかな犯罪行為だとして実態把握と捜査の徹底を関係機関に指示しました。実は韓国では以前にもこのテレグラムを悪用し、女性の猥褻な画像などが投稿された N 番の部屋と呼ばれる事件が起きて、4年前に法律が改正され、本人の意思に反して流出させる目的で偽の性的な画像などを作成した場合、5年以下の懲役または5000万ウォン、日本円にしておよそ530万円の罰金が科されます。ただ再びこうした大規模な被害の発生が明らかになったことで、さらなる厳罰化を政府が検討しています。一方で実態把握や捜査を進める上ではテレグラムの特徴が障害になるという指摘も出ています。特徴が障害に、どういうことでしょうか？冒頭でもお伝えしましたように、テレグラムは秘匿性が高く、第三者が閲覧するのが難しいチャットルームを通じて個人やグループが画像などをやり取りするため、捜査当局によるモニタリングが困難です。またアプリを運営する法人が海外にあり、警察の捜査協力にどこまで応じるかは不透明です。また韓国警察庁は偽の画像の作成を幇助したとしてテレグラムを運営する法人に刑事責任を問えるかどうか検討を進めており、ディープフェイクをめぐる影響は多方面に及んでいます。韓国で深刻な社会問題となっているディープフェイクによる性被害について、ソウル支局の山下亮太記者でした。続いてビジネス経済、マイビズです。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会が先週半ば、ついに4年半ぶりに利下げを行いました。この利下げが日本にどんな影響を及ぼすのか、及び日本銀行の金融政策決定について、慶應義塾大学教授の白井小百合さんに伺います。白井さん、おはようございます。おはようございます。今回の利下げ、通常の 0.25% か大幅な 0.5% が注目されていましたが、実際は 0.5% の利下げとなりました。これについて白井さん、どう見ましたか？今回の FRB11 人の決定者の中でも
0.5% の引き下げがいいのか、 0.25% の利下げにとどめておくべきか、直前まで意見が割れていたようです、はい、で最終的に FRB が 0.5% という比較的大きい利下げを選択したのは、インフレ率が2022年6月には40年ぶりの 9.1% という高さになったんですが、その後着実に低下しており、直近では 2.5% まで低下しているからです。でその一方で労働市場では少しずつ弱さが見られてきていまして、失業率も上昇していることへの懸念が高まったからです。でしかし 0.25% 程度の利下げにとどめておくべきという考え方もあり、結果として1名反対しただけでしたが、事前にそうした考えを示していた人たちも複数いました。で私も 0.25% の引き下げが適切だと見てました、うん、白井さんも含めてどうしてこの 0.25% の引き下げにとどめるべきだと考えたんでしょうか。はい、私の見方を説明いたしますと、直前の7月と8月の雇用者数の増加幅を見ると、確かに市場予想を大きく下回りました。で求人件数も減少する傾向があります、はい、でしかし賃金上昇率についてはむしろ再び少し高まって 3.8% という高さになっていましたし、何よりもサービス産業の活動がまだ拡大しているんです。でこのようにサービス産業の景気がまだ拡大していて、賃金上昇率が高いと販売価格に転嫁されやすくて、インフレ率が目標に向けてどんどん低下していくと言えるかはわからないので、大幅利下げには慎重になった方がいいのかなっていうふうに思っていました。うん、そういう中ででも大幅な利下げにしたということは、先行き経済に少し悲観的な見方をしたということなんでしょうか。ですね、FRB は今年の経済成長率の見通しをごくわずかに下方修正しただけなので、景気についてはさほど悲観論を持っていないと思います、はい、でむしろ失業率の見通しを向こう2年間相対的にやや大きめに悪化する方向に修正していますので、雇用の悪化を懸念して 0.5% の利下げをしたようです、はい、で FRB は 2% のインフレの安定的実現と雇用の最大化を目的にして金融政策を行ってます。でパウエル FRB 議長は8月23日のジャクソンホールでの講演で、インフレを抑制する戦いはおおむね成功したので、今は雇用が悪化するリスクに目を向けたいと発言していますので、雇用の最大化の目標へ政策の比重を高めたと言えます。うん、では今回の FRB の大幅な利下げは日本の為替レートや株価にはどんな影響を与えますか。はい、ここ最近のデータを見てみますと、米国経済の悲観論が高まるたびに FRB がどんどん利下げをするという連想が働いて、ドルがさまざまな通貨に対して全面安になって、円も円高になる傾向があります。で日本の場合、円高になると日本株の下落につながっているようです。で特に日本株は昨年から一時は160円を超えるほどの超円安が進み、それもあって輸出企業の利益が増えて株価の押し上げに寄与してきました。で今は逆に少しずつ超円安が修正されている段階に入ってきてますので、日本の株価が下落しやすくなっているように見えます、うん、で今後 FRB は今月に加えて11月も12月も利下げをし、来年も再来年も利下げを段階的に進めていきます。で日本との金利差も縮小していきますので、ハリス氏が大統領になるとこれまでの経済政策が大きく変わらないと思いますので、政策の方向性が予見しやすく、円高はさらに進みやすくなると思います。でそうなると円高がさらに進みやすくなると思います。でそうなると、円高で、利益が大きい輸出企業や海外でビジネスを展開し、海外収益が大きい企業の連結利益は下押しされやすくなり、株安につながりやすいと思います、うん、でただ今回の利下げで、FRB の政策発表後一時かなり円高が進んだんですが、パウエル議長の発言を聞いて、そんなに積極的に利下げモードにないと市場が捉えたので、
その後少し、円安に戻しています。なので金利差がベースですが、まあ、どんどん、ドル安円高に移っていくのかは、予測しにくい状況です。一方で日銀の政策決定も先週20日にありました、はい、政策の変更というのはなかったんですが、白井さん、今後の方向性についてはどう見てますか？はい、日本の景気は慣らしてみますとほぼ横ばいの状態が続いています。でようやくコロナ危機前の2019年初めの状態に戻ったばかりです。で、物価の高騰もあって実質消費が低迷していますし、設備投資も資本ストックの蓄積を促すほど増えていません。で住宅投資も高齢化で増える方向にはありません。なので全体としては内需は悪化していませんが、まあ、横ばいなんですね、はい、で日本銀行は第一の力を輸入物価の高騰によるコストプッシュ、そして内需景気拡大による、まあ、賃金と物価の好循環を第二の力と呼んでおり、この第二の力が高まっていくと予想していますが、まだ明確に高まっているようには見えません、うん、日銀の植田総裁は日銀の経済物価の見通し通りに実現する角度が高まると確認できれば利上げをすると示唆しています。これはさらに利上げをするということなんでしょうか？日本経済の内需は先ほども申しましたが緩慢なんですね、はい、でなのでここから経済を冷やす可能性のある利上げをするのはやや難しい感じがします、うん、で7月31日の金融政策決定会合は160円を超える超円安を背景として輸入物価の高騰、つまり第一の力によるインフレが再び高まることを抑えるために 0.1% から 0.25% へ利上げをしたわけです。で現在はそれよりかなり円高が進み143円前後で推移していますので、160円を超える超円安を抑えるための利上げをする必要性は、以前よりはなくなっているように思います、うん、ただ利上げの可能性を示唆した方が再び超円安に向かう可能性が低くなるので、そうされているように思います、うん、植田総裁はインフレ基調がまだ 2% に達していないので金融緩和継続必要という一方で、経済物価が見通し通りであれば利上げもすると示唆しています。やや分かりにくいんですが、はい、日本銀行は日銀法によって物価の安定が金融政策の目的と定められており、物価の安定は、ま、2% というふうに解釈されています、はい、で輸入インフレのような一時的なインフレではなく、ま、持続的なインフレを目指すためには内需がしっかりする必要があり、ま、その意味で金利を引き上げるというのはなかなかこれと合わないように思います、はい、でまあ、為替もですね、今140円台でまだ円安なので、これからもっと円安が修正されていく必要がありますし、まあ、そうなっていくのではないかというふうに思っています。はい、白井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今朝のマイビズは FRB による大幅な利下げとその影響について、慶応義塾大学教授の白井さゆりさんに伺いました。 You've got mail。今朝の特集のテーマは能登半島地震のゴミをめぐる問題です。ゲストは7月にもご出演いただいたお笑いコンビマシンガンズのメンバーで、東京都内でゴミ清掃の仕事をしている滝沢秀一さんです。前回の放送では排泄物のゴミを回収する時の衛生面の問題について伺いましたが、今回はその続報です。先週このスタジオで伺いました。滝沢さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いいたします。前回の放送にたくさん反響いただきましたのでいくつかご紹介します、はい、X で司さん、朝食時だからと念入りに前置きしたのはそういうことか、生きている限り絶対に切り離せない問題だ、簡易トイレが一般的になってきたからこそこういうこともあるんだよって知らせることがまず大事。マー君さんからは排泄物を回収するのも厄介なんですね。そしてハイカラうどんさん、ゴミの清掃に関わる方がこうやって声を上げてくれているのは捨てる方としてもありがたいなといただきました、はい、前回も前置きさせていただきましたが、今回も朝ごはん時ではありますが大切な被災地でのゴミの話です。皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
滝沢さん、はい、リスナーの皆さんからの多くの反応感想いかがでしたか。そうですね、やっぱりこのリスナーの方とかもこうやってなんか声に出してもらえると、なんか僕が発信したことをなんか受け取ってもらったんだなっていうのは僕が分かりますので、やっぱり今後の、まあ、やっぱり僕のこの活動の後押しになると言いますか、うん、これだから現地の清掃員の方とかでもですね、はい、よく言ってくれたというふうに、はい、おっしゃってくれて、はい、うん、そうですか。で、もともと滝沢さんが能登に行かれたきっかけというのが、被災地のゴミを減らしたいということでしたよね、はい、初めは。そうですね。もともとはですね、僕がですね、主催しているオンラインコミュニティの滝沢ゴミクラブというものがあるんですけども、これ一つの活動で、まあ、募金を募って寄付をしたんですね。はい。ですがですね、やっぱり声にならない声をこうやっぱり拾うために、まあ、今年の6月に取材に、能登に訪れたことがきっかけだったんですね。その時には、輪島でゴミ清掃員をやってらっしゃる方とかいらっしゃったんですけど、その方のお話を聞いた時、まあ、僕もゴミ清掃員をやってたりとかするので、能登のこの被災地のゴミ問題、これはこう大変な問題だなという、うん、ということをやっぱり気づきました、はい、ね、一番大変だなと思ったことがございまして、うん、それはですね、やっぱり簡易トイレなどで出た排泄物のゴミ、これが燃えるゴミと混ざって出されるという問題だったりとかするわけなんですね。排泄物のゴミはですね、まあ、通常、まあ、凝固剤でこれ固められて出されるんですが、これ実はですね、完全に固まっているわけではなかったりとかするわけなんです、はい、なので収集の際にですね、これ中身が飛び出ることもやっぱりあったりとかするわけですね。現地でやっぱり水が出てなかったりとかで、トイレで流せない、まあ、ということはですね、回収して、まあね、清掃員が当たってしまったりとか、その洗濯もできなかったりとかしますし、清掃車も洗えなかったりとかするわけなんですね。そして私に会いに来てくれたその清掃員の方ですね、これゴミ収集員のしても、まあ、やっぱり経験からなんですけど、この問題に気づいてですね、まあ行政と連携して改善に取り組んだということなので、今回はその事例と取り組みを紹介したいなと思います。はい、どんな取り組みでしょうか。はい、ゴミ置き場を分ける取り組みですね。これが行われたのはですね、輪島市町野の東洋中学校とですね、町野支所の、この2つがですね、道路を挟んで隣り合っていたのですね、中学校ですね、まあ、一般ゴミの置き場、そしてですね、支所をですね、まあ、排泄物のゴミ置き場にしたということなんですけども、その現場をですね、案内してもらいました。あちらが支所ですね、町の支所。支所で、もうみんな、うん、その当時は毎朝一輪車に汚物を乗せて、うん、雪の時に、え、あ、そうなんですか。そうだね、あそこから、あそこにトイレがあった、避難所にトイレがあったんで、汚物を乗せて一輪車で運んで、こっちまでわざわざ、はい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 、ああ、いや、これなかなか大変ですね。じゃあ本当にやってくださった方には本当に頭が下がって、こちらが、はい、あ、ここ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 にちゃんと説明が書いてあるのかな、はいはい、お物のみ置いてください。はい、今もですね、これ、張り紙が残っていてですね、はい、こんな風に書いてあったんですね。はい、燃えるゴミ、資源は、中学校の給水タンクの近くにゴミ置き場がありますので、そこに置いてください。ここはお物のみ置いてください、輪島市。完全に分けたということなんですね。はい、そうなんですね。で、この取り組み、収集員の方がこの避難所に提案したということなんですか。そうなんですね。はい、ゴミ収集員としてもやっぱりこの経験から、まあこれはまあやっぱ他の収集員とかの安全やまあ衛生に関わる大きなまあやっぱりリスクだということに気づいてですね、声を上げたそうですね。でですね、清掃車でちょっとイメージしていただければなんかちょっと分かる、はい、パッカー車と呼ばれるものがあるんですが、後ろウィーンっていう回転板、言ってみたら街を回せるやつですね。そうなんですね。はいはい、これだとですね、やっぱりですね、ゴミが挟まれた瞬間にですね、ぷくっと膨らんで風船みたいにパンって割れる可能性がありまして、はい、そうすると中のものが出てきてしまいますので、やっぱり当たるとやっぱりリスクみたいのがあったりとかします。なので役所の方がですね、まあ平ボディトラックという、まあいわゆる皆さんの言えば一般的なトラックのことを思い浮かべていただければ分かると思うんですけど、はい、そこに、まあ、乗っけたりとかすればですね、まあ、圧縮されずに中のものが飛び散らない、まあ、そういったものでですね、まあ、回収すればいいんじゃないかということで、市長をですね、通してですね、市に連絡したこともですね、まあ、役所同士の連絡などですね、スムーズな対応につながったということなんですね。うん、普通のトラックですので、潰す必要もないというところなんですね。はい。で、今回は、そのゴミ収集員の方の発言によって問題明らかになりましたけれども、はい、避難所で生活している方にとっても、もし袋が破れたら衛生面でもかなり問題が出てきますよね。はい、これ一般的には
どういうふうに対応することになっているんでしょうか。これはですね、環境省がですね、大規模災害発生時におけるですね、災害廃棄物対策行動指針に出されているんですけれども、はい、生活環境の、保全と公衆衛生の確保を図る観点から、携帯トイレについてはですね、他の可燃ごみと分別して保管し、衛生対策を行うこととなっているのですが、今回、想定外のですね、災害ではですね、やっぱりそれ、とても余裕がなかったですというふうになんかおっしゃってるわけなんですね。輪島市のですね、市民生活部環境対策課課長の友信和義さんのお話を聞いてきました。私はもう実務で動くので精一杯で、マニュアルがどうとかってそんなもうそんなレベルじゃないので読み込めてないかもしれない。もうちょっと大きな自治体なら細かくこうできたんかもしれないですけど、いやいや我々本当にもう未だに目いっぱいに止まってますので、別に市長だけで動いてる課ではないので、今本当にこう控えないと、あとはそのいろんな施設壊れたりしましたので、廃棄物の処理場とかそんなも全部やってますので、ちょっとなかなかここまで目がなかなか回って、何がやっぱり一番大変、どこかで仮設トイレが詰まりましたみたいな話はもうじゃんじゃん電話かかっていますので、いやそれ本当は現場でなんとか、ね、ボランティアさんで回してくださいよっていう思いなところも全部かかってくるんですよね。で当然仮設トイレだけじゃなくて今みたいな凝固剤みたいな話も当然出てくるんですけど、確かにそんな備蓄が輪島市にあったのかというと多分そんなあんまりなかった、後からどんどんこう支援物資が届いて充足してきたんだろうなと思ってますので、やっぱりそんなのが最初からあればね、もうちょっといろんなことが違っとったのかもしれないなとは思いますね。役場の方もやることも多いし、もともとの準備もちょっと足りなかったということで、これ凝固剤が避難所に届く前というのはどんな対応してたんでしょうか。これがまたなんか大変だったみたいですね、はい、支援物資をですね、配布している会場で出会ったですね、この女性にたまたまなんですけど聞いてみたんですね、はい、そしたらですね、水が流れていないトイレでですね、大勢の方がですね、やっぱり排泄をするためにですね、トイレの中にですね、排泄物がこう山のようになっていたということなんです、はい、そしてそのですね、女性はですね、手袋をして手でそれをすくい出して処分したということなんですね。しかしですよ、これまたトイレってやっぱあっという間に山のようになりますので、この排泄物が溜まってまたそれを手ですくって出すというこの作業をずっとなんか繰り返してたみたいなんですよね、はい、その方がおっしゃるにはですね、私高齢者介護の仕事をしてるからできたけれども、そうじゃなんかこれはなかなかできないですねというふうになんか漏らしてましたね。いやこれは相当大変なお仕事で、はい、作業ですし、今回は、ね、この女性がいらっしゃってやってくださいましたけれども、はい、こういうケースが起こったらってもう誰かがやらないことですよね。そうですね、この方もやっぱお仕事ではなくね、もう自分であこれはもう見てられない、じゃあちょっとやらなきゃなというやっぱり状況で、その自分ボランティア精神じゃないですけど、それでやったということなんですね、こういう想定外の大規模災害が起こると、その度に私たちこう何か教訓を得ていくわけですけれども、今回その排泄物のゴミの問題、今後私たちはこの教訓からどう考えていけばいいですか。はい、まず我々ができることとしてはですね、まずはですね、災害直後の対策はですね、最近よく言われる携帯トイレの備蓄ですよね。そしてやっぱり忘れてほしくないのがですね、そこから出る排泄物のゴミの分別と回収体制ですね。これあらかじめやっぱり決めとくことが僕は大事だと思います。個人の備えと行政の備え、これ同時にやっていく官民連携の姿勢がとても大切なんじゃないのかなと思います。そしてですね、環境省の調べでですね、珠洲市では医療者たちのですね、指示に従って色分け分別を実施したところがあるというふうにも聞きました、はい、例えば緑の袋と黄色の袋みたいな感じで分けたということなんですね。分かりやすいですね、はい。これ、どうしてできて、どうしてできなかったか、そして今後どうするべきかということもやっぱり今後引き続き僕はちょっと取材していきたいなと思っております。今朝の特集、ここまではお笑いコンビマシンガンズの滝沢秀一さんに被災地の排泄物のゴミについて伺いました。7時38分頃からは古民家などの古い木、古木をゴミにせずレスキューにする取り組みについてお伝えします。今朝の特集後半です。引き続きお笑いコンビマシンガンズのメンバーで東京都内でゴミ清掃員をしている滝沢秀一さんに能登半島地震の被災地を訪ねて感じたこと、考えていきたいことをお話しいただきます。先ほどまでの前半では排泄物の処理について衛生面の問題など現地の事例を紹介していただきました。 X でも様々な声をいただいています。やいこさん、
排泄物のゴミ、話聞くだけでも大変そうだな。確かに忘れがちな部分ではあるし。里の山笑ったさん、排泄物の処理方法は平常時から考えていないと災害の時には対応できませんね。常日頃の準備が大切ですね、といただきました。司さん、場所ごとに分別するのは一つの手法よね。こういったノウハウは共有しておきたい、というたくさんの声をいただいています。ここからの後半では、被災した家屋の材料の中で残したいものをレスキューし、さらには手を入れて価値を高めるアップサイクルしようという活動についてです。先週伺いました。滝沢さん、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。この後半のテーマは家屋廃材のリユースについてということですが、どういうことでしょうか。はい、被災地ではですね、今急ピッチで、やっとですね、解体工事が始まっているということなんでございますね。はい、例えばですね、火災で大きな被害を受けたですね、輪島の朝市、こちら前回訪ねた時はですね、燃えた建物や車が、そのまま残っていたという感じだったんですけども、しかし先月、2ヶ月ぶりにですね、訪ねたらですね、目に入るのはもはやもう更地みたいな感じだったんですね。コンクリートの床ばかりのところがやっぱり増えていたという感じなんですね。はい、そして被災したですね、家屋は場所によってはですね、この太い柱が無残にこう横たわってたりとか、山積みにされていたりとかしたわけなんですね。解体を急ぐとですね、これらすべてゴミとしてですね、見てしまいがちなんですけどもですね、ただ中には能登の家屋、古民家に使われている立派な梁や柱など古材、古い材もあるということなんですね。はい、そうした中、再利用する価値のある材はですね、救い出し活用していけないだろうかというふうにですね、活動を始めた方とかもいらっしゃるということなんです。はい、輪島市にあるですね、かやぶき屋根のですね、古民家レストランかやぶき庵をですね、これ地震の後、ボランティアの拠点としているですね、能登復興ラボの代表、山本亮さんでございますね。どんな思いで古材レスキューをしているのかちょっと聞いてきましたので、聞いてください。現代ではもう、じゃあこんな太い栗の、梁なんかはなかなか手に入らないですし、塗られた漆だったり、いろいろでいぶされた表情だったりっていうのはもう絶対手に入らないものだと思うので、こういう資産的な価値もありますし、被災された方にもこの柱一本でも持って帰りたい、次のところに持ってきたいという人もいらっしゃるので、柱とかで使いたいって方にはもちろんリターンできればいいと思いますし、仮設住宅でやっぱ狭いので、じゃあフォトフレームとか額とか、そういうちょっとちっちゃい小物にアップサイクルして、それをリターンするっていうようなこともやりたいなと思っていて、なんか家のなんて言うんでしょう、クロージングというか閉じるというか、それもやりながら同時にそれをまた生かしていくというか、未来に繋がっていくみたいな。で、このフォトフレームがあることによって、思い出もやっぱり家にあるみたいなことで、すごい活動ですね、いや、元の家にあったもので作ったフォトフレーム、いいですね。そうなんです。実際、家の床の間や柱などですね、古材は提供するので、自宅の古材を作ったですね、フォトフレームを記念にもらいたいという方のですね、話を聞くことができたんですね。能登町の白丸地区に住んでいた赤坂澄江さんでございます。津波で2階建ての家のですね、1階部分が被災、中規模半壊と判断されました。この家がなくなるっていうのも寂しかったし、何かの形で残せたら、フォトフレームにしてくれるっていう記事も書いてあったんで、ここの一日の材料使ったものがそばにあったらいいなっていうふうに思って連絡されてもらったんです。そういうふうに思われてる方が結構いるでしょうね。多分そうだと思いますよ。あそこの玄関の先の針とかも大きいし、ここは本当に昔からのものだと思います。100年近くの材料じゃないかなと思いますけど、ちょっとすすけてるのもここ囲炉裏あったんかな。何かこう、ここの家のものがどっかで使われてるっていうのが分かればというか、使っていただければ取れていいかなって。いやー、素敵な取り組みですね。
ただこう実現に向けてはいろいろこう難しい点もあるんじゃないかと思うんですが。そうなんですよね。あの古材をレスキューしようとしてもですね、立っている建物の柱や梁って、まあ、抜くわけにいかないんですね、はい、倒壊している建物から抜き取るっていうのはこれもなかなか至難の技だったりとかするわけなんですね。なのでこれ、まあ、重機を使った解体が始まってから作業者に取り避けてもらうしかないんですね、うん、まあ、しかしですね、この持ち主が思い出のある残したい柱などをこう探そうとするとですね、解体がなかなか進まなくなってしまうんですね。なので、まあ山本さんはですね、県や市にですね、話を通して解体業者の協力を得た上で古い古材のレスキューをですね、事例を増やしていきたいなと考えているそうなんですね。一応僕らは解体業者さんとか行政とかと話す中で、この持ち主さんが残してほしいと思う柱とか立派な梁とかについては、うんうん、業者さんが協力してくれるならば、うん、それを横に置いてレスキューするのも大丈夫というような形になって、うん、はい、今2件解体してくださる業者さんで協力してくださるところは見つかったので、まあ、その入るお家とか、うん、お家の方の思いとかもこう見ながら持ち主の方から希望を出していただいて、うん、でそれをレスキューさせていただくっていう、まあ、本当に行政や解体業者さんとか後持ちの方との連携でこう進めていけたらいいのかなとは思ってます、うんうん、解体業者の方の協力があればできるということなんですね、うん、はい、でこの解体のスピードを落とさない中でのレスキュー、これどういうふうに進めていくんでしょうか。これはやはりですね、まずは持ち主側とですね、まあ、そして行政、そしてですね、解体業者との打ち合わせの時にどの材をどの用途、まあ、どのような目的で残したいかということがやっぱり大事になってくるということなんですね、はい、業者にちゃんと伝わるように指示依頼をするということなんです。そしてですね、やはり成功の鍵はですね、取り置いてもらった古材をですね、まあ、スムーズに回収できる体制がまあ取れるか、そしてですね、まあ、受け取った古材をですね、保管する資材置き場が今ある場所では到底足りなくなるので、まあ、新たな置き場を協力してくださる方が出てくるかということだったりとかするわけなんです、はい、そしてですね、まあ、協力してくれる業者が2件、まあ、見つかったということなので、これからはですね、現場で実際どのように運用できるか模索していくことになりますね、うん、そして実際回収できたとして、それを今度はどう活用していくかですよね。はい、再建する、まあ、自宅に使う以外にもですね、山本さんはですね、様々な方々と、まあ、連携を探っているということなんですね。すでに古材を販売している方々の連携はもちろん、被災地で、まあ、支援活動をしたいというですね、建築家の方とかアーティスト、デザイナーたち、その価値を高める作品を作りですね、まあ、活用の仕方をですね、社会に提案できるか、そしてですね、まあ、行政との連携によるですね、活用も大事なポイントだと見ているわけなんですね、もう少し詳しく言っていただくと、はい、今後、まあ、復興の中で大事になってくるのがですね、シンボルとなるような公共的なですね、まあ、空間ですね、ここにですね、能登の歴史を刻んだ、まあ、古材を使い、まあ、未来に向けた、まあ、メッセージを含んだものにしたいというふうに考えているわけなんですね、はい、手始めにですね、まずは仮設住宅のベンチとして使う計画とか、 あとは仮設住宅の中に作る、まあ、農園ですね、まあ、これ境界線が分かるように柱を置いてみようというアイデアとかも出てきているわけなんですね、はい、公共空間とですね、民間空間、それぞれの活用事例がまあ増えていくことで、どれだけ能登の街並みをもう一度能登らしく再建できるか、それが大事だと山本さんはお話ししてましたね。少しでも取り組みが広がると、それだけ能登らしさも出てきますもんね、はい、滝沢さん、改めて今回2回目の能登訪問でした、はい、一番感じたことを教えてください。はい、まあ、物の命を終わらせるということをどう感じるか、まあ、どう考えるかということが大事かなと僕は思います、まあ、僕なんかもやっぱりゴミを回収していると、これまた、まだまだ資源で使えるんじゃないのかなっていうのがやっぱりいっぱいあったりとかするわけなんです。今回のですね、この古材レスキューにはですね、もう一度命を吹き込めるものがあるような気がしてならないんですね。そして、まあ、清掃車のですね、まあ、回転盤のボタンを押せばですね、物っていうのはまあ本当にゴミになる瞬間を僕は見ているわけなんです、まあ、命が絶たれる瞬間をいつも見ているので、もちろんまあ被災地で瓦礫だらけの街を見るのはまあ苦しいことはもうこれも確かなんです。それでもですね、その中から助けられるものをレスキューしようとしている人たちのですね、まあ、情熱、これ僕は大きな希望なんじゃないのかなと僕は感じました。なので山本さんたちの挑戦、まあ、その後のこれ今後も取材してみたいなと僕は思っています。木澤、どうもありがとうございました。